こんにちは、わちみなみです。まずはお知らせをさせてください。なんとこの YouTube チャンネル汗だくサウナが地上波で番組になって放送されることになりました。イエーイ。私の初めての冠番組なので絶対にチェックしてください。放送は福岡で放送されます。テレキューで3月25日の25時からなので絶対に見てね。福岡に住んでない方は TVer でね見れるのでぜひぜひ見てください。今回は前回に引き続きモクサさんにやってきました。まあいろんなねサウナ雑誌や雑誌を見ていてもよくよく登場しているこのお宿、リトリートという言葉がね流行っていますけれども、お風呂やサウナに入って身も心も清めて、素敵な地産地消のね食材、その地域で作れたものを食べて、地域のお水に癒されてリフレッシュしていきたいと思います。すごい、確かに粒子が部屋中に、あ、分かった、なんかこの部屋に多分コラーゲンが生成する何かが撒き散らかさせてるんじゃない。すっごい凍ってきた。はい、今日2個目のサウナ、すごいピンクでスパみたいな感じですね。私はね、このピンクのサウナ結構お気に入りでした。やっぱり女の人のお風呂に多いんかな、ミストサウナあんまり好きじゃなかったんだけど、これはね入ると肌がプルプルになりました。光にね特殊な作用があるらしくて、詳しくは分かんないんですけど、ただのね視覚的になんか可愛いとかいうピンクじゃなくて、すごい意味があるピンク色ですね。優しい。あーすごい、結構ミストがすごい上、ミストがすごい上からずっと降り注いでる。見える、今曇っちゃうね。優しい感じ。私なんかねミストサウナのね中のタイルが好きなんです。私わかります、ツルツルでさ白くてなんか可愛らしくない、宮殿みたいで、ぜひぜひタイルに注目して入ってみるのもいいかもしれません。
しっかり。モクサの動画なんですが、やっぱり嬉しくてね、話しちゃいますね。3月25日25時からの私のサウナ番組、汗だくサウナ特番です。ゆきちゃんとアスちゃんと動画を、まだ1年経ってないですからね、サウナ動画配信してきて。それでなんと地上波に YouTube チャンネルがね進出するとは、感動しております。楽しんでくれてますか、このモクサの動画も。ぜひぜひたくさんコメントお待ちしております。私コメントあんまり返してないかな、普段。なんか今日はフリースタイル録音をしてるんだけど、何秒とか決めずに。こういうのもどうですか。ちょっといろいろ変えながらね、 YouTube も続けていけたらなと思っています。この地域の水めちゃくちゃ綺麗で、お風呂もすごく人気でね、みんなが何だろう、身を清めに来てた場所だったらしいんですけど、まあ、そんな場所のお水を使って炊いたお米なのでめっちゃ美味しくてね、ツヤツヤ、ふっくらっていうかツヤっとしててね、でそこにツヤツヤの卵、ダブルツヤで、もう馬でした。食べれば分かります。